はい、次は、助走の取り方を説明していきます。フィールドゴールは毎回同じフォームで蹴る、これがすごい大事っていうのは聞いたことある人もいるかもしれないんですけども、そのために何が大事かっていうと、毎回正しく同じ助走を丁寧に取ることが大事になってきます。それに際してとても大事なものが一つあって、自分の効き目を知るというのがすごい大事です。効き目の調べ方なんですけど、何か棒とかですね、ポールの片方の線でもいいんですけど、ここと指、これ一直線で、一直線に置いたまま片目ずつ通してみます。どっちの目を通した時に大きく中心から指がずれるかで調べます。例えば右を